はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、アサヒのプレミアムモルツじゃねえや、ドライプレミアムの、なんだ、新しい、色が、ね、新しいんですが、これ実は、初仕込みプレミアムですね。実はこれ以前飲んだことある、真っ白いやつ。真っ白いやつなんですけど、色が変わって、青色に変更されて、金と青になって、これは2015年に収穫した、国産素材で醸造なんで、まあ、以前のやつは多分2015年じゃないやつなんで、これあれです。ギフト限定のやつですね。国産ゴールデンバクガ使用と、国産ホップ一部使用と、国産新米使用となってます。原材料がバクガとホップとコーン、米とコーンとスターチ。アルコール度数が 6%。また 6%。まあ、多分、大して、まあ、真っ白かった時はね、飲んで、うまかったかなーって。俺の記憶に残ってないんで、多分、そこまで美味しくはなかった。そんなに多分、普通ぐらいじゃなかったかな。うまさ的に。それじゃあ、乾杯。これわざわざギフト限定にする必要あるか。正直言っていいか。薄い。なんかさっきね、この日本ピルス飲んだ後なんですけど、全然濃さが違う。こっちめっちゃ薄い。なんだこれ。もう重みが違う、なんか。飲んで、一口でもうわかる。重みが違う。もう味うんぬんじゃないんだよ。喉に入ってくるね。こっちはめっちゃスルーって入ってくるんだよ。水みたいに。だから薄いんだよ、結局。で、日本ピルスの方は、すげえ、濃厚っていうか。うわ、うっす。うっす。これ本当にプレミアムビールかよっていうレベル。あれ、こんなまずかったかな。初仕込みプレミアム、こんなまずかったっけ。初仕込みプレミアム、ドライプレミアム。こんなまずかったかな。ドライプレミアムの限定醸造で12月の22日発売となってます。あれこれギフト限定じゃねえのか。ギフト限定じゃないっぽいです、これ。これは。普通に6缶パックとか、単品でも売ってるわ。ああ、よかった。ああ、よかった。こんなんがギフト限定とか言ったらマジ。笑えるわ。そんな価値ないっす。ギフト限定にする価値ないわ、これ絶対。断然。多分一番今まで飲んだ、ドライプレミアムシリーズで多分一番まずい。一番まずいね、これ。他には、普通の金色のやつと、原酒仕立てプレミアムってやつと、あと紫色のやつ、ね、香りの琥珀ってやつ。全部でこれ合わせて3種類あるんですが、一番まずいですね。多分一番まずい。一番なんかプレミアムビールっていうその味のさ、
あれがないわ。あの、プレミアムビールっていう価値はない。ものすごいなんか、軽いビールとしてはなんか、その、ドライな方だよね。普通プレミアムビールとかさ、まあ、ね、っていうのは大体だけど、やっぱりコクがあったり、っていうのはあるじゃん。ドライじゃないんだよ。やっぱ辛口っていうのは違うんだよね。辛口じゃないんだよ。甘口なんだよ、どっちかっていうと。だけど、これはもう完璧にドライ。もうなんか、本当にドライ。辛口。なんかプレミアムビールとして恥ずかしいレベルの辛口具合。これプレミアムかよって。全然あれだね。普通にスーパードライの方がまだ安い分うまいっていう。なんかすっげえ中途半端になんか。プレミアムビールなのこれって感じ。でも本当にあれだな。スーパードライよか確かにほのかに香りは強いんだけど、ただスーパードライに香り追加したような感じだね。コクとかはほとんど、あれだね。変わらんね。スーパードライに対して変わらんね。ギフト限定のやつが、白色？でも、昔これも白だったんだよね。なんか似たり寄ったりなんだよね、色がな。ギフト限定のやつが、白と赤と金色。え？俺それ買ってなかったっけ？あれまだ飲んでなかったっけ？そういえば。なんか飲んでなかった気がする。多分まだ飲んでない。多分まだ飲んでない。ギフト限定のやつ。白と赤と金色の、色のやつね。多分、アルコール度数 6.5% ね。多分まだ飲んでないわ。俺買ってそこにあるんだけど。そこにあるんだけど飲んでない。まだ飲んでないっす。明日あたり飲むか。イオンで買って、そのままだ。だってさ、飲むやつ多すぎてさ、おっつかねえんだもん、このシリーズ。マジこの酒動画マジで全然おっつかねえんだけど。次々に新商品出しすぎなんだが。本当に。ほとんどチューハイ飲んでない。チューハイはね、俺ほとんど飲まない。なんでかっていうと、甘味料が入ってるやつばっかりだから。甘味料入ってなくても、俺、チューハイはもういいわ。とりあえず、いい。チューハイはいい。もう、甘味料入ってなかったとしても、まあ、甘味料入ってるやつはほぼ絶対買わないけど、甘味料入っていなかったとしても、ほとんどね、チューハイって同じような味ばっかなんだよ。つまんねえ。でね、紹介する価値が多分ないんですよ。だから、まあ、俺が本当に気になったやつは、チューハイでね、気になったやつは多分紹介するとは思うんですけど、特に紹介するものもないんでね。まあ、俺が好きな、宝酒造とかの、まあ、チューハイで気になったやつとか紹介するとは思うんですけど、
まあ基本的にね、酒動画で、チューハイはもういいかなっていう感じはあります。まあ珍しいやつとかは別としてね。珍しいやつとかだったら紹介しますけど。もうつまんねえんだよな。チューハイってさ、例えばさ、あのレモン味とかさ、グレープフルーツ味とかさ、新発売とかさ、で、ぶどう味とかさ、新発売すんじゃん。で、飲んでもね、今までいろいろ飲んできたけどね、もう何も変わんねえ。もう何でもいいよ、お前らっていうレベル。もう何が違うんだよって。本当に。みかん味とかさ、あの、温州みかんだのさ、なんか梨だの、りんごだの言うけどさ、もう、どいつもこいつも何も変わんねえよって。本当に。マジ、同じ。もう味にね、広がりは全くないね。まだビールの方が、面白い。うん。特に最近、今、まあ、昨日飲んだ、日本ピルスね。昨日飲んだっていうか、さっき飲んだやつ。日本ピルスは、本当に面白い味だね。これね。面白い味っていうか、いや、エビスだしね。うん。すげえな、と思ったよ。お、エビスやん。エビスやん。エビスやけど、甘いみたい。チューハイはさ、もうネタにもなんねえよ。マジで。一般的ななんかさ、普通の味のやつ飲んでもさ、ほんとネタになんねえから、もうちょっとなんか、面白いさ、味とかさ、出してくんない？もうちょっとなんか、お！みたいな。ちょっとマジ飲んでみてえな、みたいな感じ。もうそれがなかったらもう買わねえよ。買う価値ねえよ。もうチューハイなんてお前大体ある、あれだよ。焼酎ハイボールドライだよ、お前。それ以外のチューハイなんて俺いらねえよ。ぶっちゃけ。チューハイはもうそれで十分。タカラの焼酎ハイボールドライさえあればもう俺はもういらないわ。本当に。他のチューハイなんでマジで、ほぼいらない。似たり寄ったりのやつばっかりだ。うん。だからね、面白くない。とりあえず面白くねえかな。買う価値はないっすね。うん。まあでも、ビールはね、生ビール。あ、もしくは第三のビール。ここは、特にやっぱ第三のビール。生ビールもね、結構ね、最近いろいろ飲んだけど、結構味プレミアムで来て、6%、アルコール度数 6%、6%、6% とかばっか飲んでると、もうね、大体ね、味のね、なんていうかな。味のグラフがね、大体、こういう味だなっていうのが、大体分かってきて。で、もう、これも似たり寄ったりな感じになってきてるんで、今、個人的に飲みたいって言うと、第三のビールがね、やっぱり、あれだな、新しい第三のビール。うん。第三のビールはやっぱり、なんかこう、可能性に秘めてるからね。可能性をいろいろ秘めてる。かなと思います。可能性を秘めたね、ものがあるとは思います。まあ特にね、まあ最近飲んだやつだと、なんだっけ、うん、ね、めちゃくちゃうまかった
あれか。あの、ブラウンラベルね。ブラウンラベルじゃん。ブラウン、あれ？なんだっけ？ブラウンベルグか。ブラウンベルグ、ね。札幌ね。札幌ブラウンベルグですよ。ブラウンベルグだったよ。ゴールドベルグの、派生版の、色が違うやつ。ブラウンベルグ。あれはもう、本当に冗談じゃないほど、うまいんで、本当に飲んだ方がいいと思います。本当に、あれは飲んだ方がいい。とは思いますよ、僕は。これは買う価値はほぼない、かなと思います。お、珍しい。2222です。ご視聴ありがとうございました。